んにちは、マルタニアイノです。さあ、忍者ランやっていきましょう。今日はですね、何をするかと言いますと、ツイッターでですね、マルタニさんの立ち回り方法を教えてくださいというお声があったんですよね。私、そんな、皆さんにお教えするほどのなんか技術持ってないので、ちょっと動画にするか悩んだんですけど、まぁ、今回ね、ちょっとそういう声もあったので、動画にしてみました。でですね、今回は私が実際にバトルをしていって、そのバトルをしていきながら、私はこういう立ち回りをしているんですよっていうのをお伝えできたらいいなと思っているので、早速ねバトルに行きたいと思います。それでは行きましょう。さあやっていこう。クロワッサンアリーナバトルロイヤル、たくさんポイントを稼げ、対戦よろしくお願いします。さあ行こう、レディーゴー。さあ、クロワッサンアリーナはですね、前にも一回立ち回りの動画を出しているんですけども、ここはですね、まずは最初ドローンを探して、一番早いところを見つけていくというのが大事だと思います。ここだと一番下のここが早いですね。じゃあ、ここのドローンを、まずは、早割りで割っていきます。はい、早割りで割っていきます。刀の早割りはですね、突撃からの、ノーマルからの、ジャンキャンからのワイドだったはずです。普段もなんか手の感覚でやってるのであれなんですけど、早割りは、突スラ、ノーマル、ジャンプしてからのワイドですね。今取られたかな？大丈夫かな？よい。いけいけーい！負けてゆくー。よい。もう一丁、もう一丁。よし、来た。勝ったー。はい、はい、はい、はい。もう一丁、もう一丁。勝ってゆくー。じゃんけん勝利ー。ちょっと体力やばいから回復しとこ。はい、早割りは突すらノーマル、ジャンプしてからのワイド。うわー、待って、死んだってやると刀の一応ドローンの早割り、一番小ドローンですけどね、はそんな感じでできるので、私はいつもこんな感じでやっております。失敗しちゃった。はい、大武器ってやって、あとはもうドローン周回ですね。あそこ早く出る、ここでよ、ここで待ってよ。はい、来た。はい、これが一番早割りですね。で、私が今まで結構ドローンで撮ってたやり方としてはですね、さあ、この人はまだリスポーンしたばっかりだけど、よし、来た。はい、はい、はい、よし、来た。今は普通にガムガードしてたので、ブレイクを挟んでブレイクをしたという感じですね。私がね、最近まあ、覚えたというか、やるようになったのがですね、ブレイクを挟むということをやるようになりました。今までね、ブレイクとか全くやってなくて。いけい！よし。あ、マジか。そこで出してくるんですね。あ、死んだ。ブレイクをね、挟むということを全くしてなくて、R ボタン押してなかったんですよね。でも、S バーストを発動したりとかするのを、ちゃんとね、見て、S ボーをやると、あ、今みたいに緑色のね、パシーンって、あ、今ですね、こんな感じにすると、S ボーを吐き始めるんですよね。うわ、やばい。うわー。はい、来た。こんな感じで S ボーをですね、読んで、ブレイクを入れると、一発でこんな感じでね、決められるのでおすすめですね。あー、死んだ。S バーをね、一応読んで、今ブレイクを入れるよ、練習をしている最中なんですけど、一応ですね、なんて言うんだろう、失敗することもあるんですよね。S バー吐くと思ったのに、S バー吐かないじゃんみたいな。っていう時もあるので、そういう時はめっちゃ飛ばしちゃいます。あー、死んだ！お仕置き！で、ブレイクをまあ挟むようになったっていうのもそうですし、あとはですね、ロックオンっていうのを入れるようになりました。これ今、ロックオンしてる状態なんですけど、こんな感じにしていくとですね、ロックオンして相手にちゃんと攻撃が当たったり、ランチャーが当たったりとかするので、これをね、するように私はなりましたね。はい。よし、オッケー。すき焼き。このね、まあ、対面のやり方としては、どのステージでも同じ感じですね。あとはもうドローンの周回方法ぐらいかなという気がします。さあ、1位で終わり。さあ、結果はどうでしょう？
ドローンマスターは2位の人、ドローンあまり取らなかったからね。そして一本マスターは3位の人、私結構一本取ったと思ったのに一本マスターではありませんでしたね。対戦ありがとうございました。はい、ということで今日ですね、私の立ち回り法をちょっとね動画にしてみました。まあ、今回はねクロワッサンアリーナについてやったみたいな感じなんですけど、今後ですねシノビシティとかイーグルシティとか WNA アカデミーとかのまあ一応ドローンの周回、私なりのね周回方法だったりとか、まあ立ち回りをねご紹介できたらいいなと思っております。一応クロワッサンアリーナの立ち回りというかねドローンの周回方法は別の動画でね紹介しているので、よかったらそちらをご確認ください。クロワッサンアリーナ苦手な人も結構いるのでね、ちょっとそういうのもね見て勉強するのもいいかもしれません。私はねまだまだそんなにねめっちゃうまいわけではないので、私なりにねなんとなくこんな感じかなっていうまだ感覚をちょっと覚えている最中だったりとかもするので、一応ねうつセミコンボとかもあるけど私全く使ってないのでね、そういうのも使えるようになったらもっと強くなるのかなという気がしております。こんな動画でちょっと参考になるかどうかが分かりませんけども、こんな感じの立ち回りを私は最近はしております。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また見てね、バイバーイ。